つ、その名はガッチャマン、科学忍者隊ガッチャマンファイター。ゴー！空を飛び地を駆け、海を走り、未来に輝く道開く、頼むぜガッチャスパルタン、我らの平和を取り返せ。行け行け行けガッチャマン、今日も大空駆け巡る、今日も地球を駆け巡る、ガッチャマンたちの決死の攻撃により、ギャラクター軍団は忽然とアグリカから消えた。あれほどまでにアグリカ占領に血眼になっていたエゴボスラー伯爵が、ギャラクターが、チョガ、北アグリカの沿岸をくまなく紹介したのですが、ただ一人のギャラクターも見つけ出すことはできませんでした。奴ら一気にサタン方辺まで退却したのでは。うん、これを見たまえ。ギャラクターの別の機甲師団が国連第8艦隊の上陸部隊によりイーロッパの奥へ奥へと押し返されている。戦車だ。これは国連軍の最新兵器フェーザー戦車だ。あの砲は厚さ60ミリの鋼鉄をも一瞬にして溶かしてしまうフェーザー光線を発射する。すげえぞい、これなら無敵だわ。まさかこのフェーザー戦車の登場が原因でギャラクターが敗走しているとは思えん。明らかにギャラクター内部で指揮系統の乱れがあったものと思われる。それは奴らの背後で糸を引く総裁 Z とエゴボスラーの間に何かあったためかもしれませんね。その通りだ。エゴボスラーはすでにサタン方辺の本部に帰っている。長官、なぜそんなことがわかるんですか？実はサタン方辺に潜入している国連軍の情報将校バッカス大佐が急遽知らせてきてくれたんだ。野郎、やっぱり自分の城に逃げ込みやがったか。諸君、彼がバッカス大佐だ。バッカス大佐の情報によると宮殿内には緊急事態用の自爆装置があるそうだ。長官、大至急そのバッカス大佐と接触して自爆装置で城を爆破し、エゴボスラーを逮捕しましょう。ケン、それはあまりにも危険だわ。そうだわ、前にも潜入して俺たちのこっぴどくやられたじゃねえかよ。そうだよ兄貴。ジンペイ、奴らを恐れていてギャラクターを倒すことができるか？おっかねえの。それに今は状況が違う。ギャラクターはあらゆるところで混乱を起こしている。その混乱に乗じてことを運ぶんだ。そうだ、ケンの言う通りだ。エゴボスラーを捕らえるには絶好のチャンスだぜ。長官、行かせてください。よし、分かった。バッカス大佐に関する資料や接触時の暗号等は大至急そちらへテレックスで送る。同時に国連軍にも連絡してフェーザー戦車隊を空輸してもらおう。そちらの方はよろしくお願いします。サタン方辺には俺一人で潜入します。何？バカなことを言うな、ケン。そうよ、一人で行くのは無茶だわ。できるだけ目立たないためにはその方がいいんだ。みんなは G メカに待機し、フェーザー戦車隊の援護をしてくれ。分かったよ。言い出したら引かねえからな、お前は。命令とあれば、まあ仕方ないわな。ケン、気をつけてね。兄貴。長官、ただいまより科学忍者隊は発進します。十分に気をつけてな。成功を祈る。ラジャカンドル将軍、フランダ国境の第4機構師団から入電です。国連軍の攻撃を持ちこたえられるのは時間の問題だと。ヘルプス山脈の連隊からも至急電です。パルチザンの思わぬ抵抗にあって全滅寸前だそうです。すでに各前線は国連軍のフェザー戦車隊によりズタズタに切断され、補給も思うようにいっていません。エゴボスラー伯爵は何をしておられる？すでにわしの手には負えん。伯爵に指示を仰がねば。
伯爵はただいま総裁 Z 様と密談中です。エゴボスラーなんだ、ガッチャマンどもの攻撃に尻尾を巻いて逃げてくるとは。私は逃げたのではない。体制を立て直すために本部に戻ったのだ。いい加減なことを言うな。お前が退却したために指揮系統が乱れているではない。この責任はどうと。大きな口を叩くな。我々人間がいなければお前の野望は達成できぬくせに、人に説教をする前に鉄銃を作り出すという自らの役目をしっかり果たしたらどうなのだ。私は私なりに先を読んで行動を開始していく。いつまでも英雄でいたかったら直ちに体制を挽回する行動に移ることだな。くそ、私にいちいち指図すると。しかし奴の言う通り挫折は許されん。力は一体どうしたらいいの。誰だ。はっ、ケンペラーであります。入れ。伯爵、緊急情報です。我が親衛隊のユルゲントというスパイがやっと南部を信用させてガッチャマンと接触できることになりました。何？それは一体どういうことだ。伯爵には申し訳ありませんが、この計画はかねてより私が独断で推し進めておりました。前置きはいいから結論を言え。はっ、つまりガッチャマンどもを抹殺するためのおびき出し作戦が図に当たりそうなのです。投げた餌に奴らが食いついたというのだな。はっ、その通りでございます。そうか、でかしたぞケンペラー。はっ、手はずの方はお任せください。成功を祈る。はは、エゴロ。ガッチャマンさえ倒せば形勢は一気に逆転する。警戒が厳重だぞ。町の至る所に統治家らしいものがあるぜ。ああ、よし行くぞ。みんなは俺がブレスレットで呼ぶまでここで待機しててくれ。ケンの兄貴、一人じゃやっぱりヤバいんじゃないの。陣平、逆らったって無駄だ。行かせてやれよ。だってさ。じゃあ後を頼んだぞ。ケン、バッカス大佐との暗号は大丈夫？波のジャッキじゃダメだ。そんなことはない。物は使いようだぜ。さてと、うるせえのが行っちまったぜ。陣平、俺についてこい。え、どこへ。ケン一人に危ねえ橋を渡らせられるかよ。あれ、命令違反を犯したつもり。そういうお前だってこっそり行く気じゃなかったのか、陣平。まあね、お姉ちゃん行こうよ。もう二人とも言い出したら聞かないんだから。ジョー、オラは。お前は留守番だ。そらないぜ。留守番だって重要な任務だ。行くぞ、陣平。ジュー、留守番だって重要な任務だぞ。かな。ち、近頃は留守番が多いよな。オラ、そんな役目だな。なんちゃっても。双方1台にトラック3台だ。 OK だ、行け。ご苦労さん。パンクですか、手伝いましょうか。波のジャッキーじゃダメだ。もっと大きいのが必要だ。そんなことはない。物は使いようですよ。ガッチャマン、待っていたぞ。バッカス大佐、直ちに行動に移りましょう。よし、わかった。
まずこのパンクを直してしまう。僕はやります。すまん、頼む。おっと、ああすいません、つい手が滑ってしまって。タイヤ取ってもらえますか。あ、よし。しくじりおって愚か者めが、構わんからこっちから狙い撃ちろ。はっ。全身がまるで要塞だ。とても人間が生活していけるところとは思えん。ガッチャマン。大佐、ここの人たちはみんなギャラクターの家族なんですか。そうだ、いざとなりゃ女も年寄りも銃を取るだろう。場合によってはあの子供たちも銃を取るかもしれん。そんなバカな、ギャラクサーは子供たちまで戦闘に巻き込むつもりなのか。子供たちは父や母のため、巨大なファミリーのために戦えと教えられているんだ。何しろ生まれてからギャラクサー以外のものを見たことがないのでな。ギャラクサーめ、なんという恐ろしいこと。お、危ない。ありがとうございました、あなたは息子の命の恩人です。おけがありませんか。いえ大丈夫です。そうですか、それはよかった。よろしかったらうちへ寄って行ってください。今急ぎますんで。ガッチャマン、なぜあの子を助けた。あれは敵だぞ。確かにそうかもしれない。しかしあの時子供が光らそうになったからとっさに助けた。ただそれだけだ。当たり前の人間ならそうしたと思いますが、違いますか。そうだな。よし、取れ。ドン。よし、わかった。ガッチャマンを乗せたトラックは第8ブロックを通過したぞ。急げ。はっ。ユルゲントのやつ、どうして人思いにやらんのだ。まさか裏切ったのではあるまいな。よし、うまくいったぞ。こいつでできるだけエゴボスラーの城へ近づくんだ。ガッチャマン、気をつけろ。死ねえ、ガッチャマン。テンペラーメ、わしも一緒に殺す気か。よし、ケンペラー、とどめをさせ。エゴボスラ様、十字の方向より超低空で接近する飛行物体があります。何？飛行物体は国連軍の編隊のようです。超低空のため今までレーダーには捉えられなかったようです。おのれ、こしゃくな。直ちに迎撃態勢に入れ。う
説教は後にしてもらおう。今エゴボスらを捕まえるのが先だ。大佐、しっかりしてください。ガッチャマン、すまん。実はわしはギャラクターのスパイなのだ。そんなことだろうと思ったぜ。分かっていました。パンクの修理をしていた時に、わしはケンペラーからガッチャマンを殺せと命令された。しかし私には君を殺すことはできなかった。突っ込んで城壁を突き破れ。なじゃ、あそこから潜入するんだ。オードガード。何？ガッチャマンどもが宮殿内に潜入しただと。はあ、相手が小さすぎて銃火をくぐり抜けられたとのことです。不甲斐ない奴らめ、鉄銃をムカデッコを出撃させろ。これがスイッチだ。押して5分後に爆発する。よし、おのれガッチャマめ、死ね。おのれ裏切り者は。爆発大佐、クソ大佐、しっかりしてください。
ガッチャマン。生涯の終わりに君のような人間に会えてよかった。マックス大佐。大佐。最後でした。で、エゴボスらは消えました。市民たちと共に一っ子一人いないなんて、一体ここの市民たちはどこ行っちゃったのかしら。新しい基地へ移動しちまったんじゃねえのかな。オラもそう思う。これぐらいで参ってしまうような男とは思えねえ、あのエゴボスらっちゅうのは。あれ、こんなもん見つけちゃった。崩壊する宮殿、エゴボスラーはもはやガッチャマンたちの矢面に立たなければならなかった。しかもエゴボスラー宮殿の地下にはエゴボスラーも知らない二重三重の秘密が隠されていた。次回ガッチャマンファイター地獄で燃える野望をお楽しみに。